いいか、てめえら。誰が何したっていいじゃねえか。はい、どうも、ヒメニーです。ということで、今回なんですけども、結構俺ね、こう見えてね、結構な中二病なんですよ。で、すごいね、漫画とかもね、まあ、めちゃめちゃね、読んでるんですけども、その中でもね、異世界系漫画が、はい、結構好きで、まあ、その中でもね、異世界系漫画がたくさん読めるね、漫画アップっていうアプリで読んでるんですけども、今回はそんな異世界にちなんで、異世界メイクしていこうかなって。特にね、そういうの好きな人はね、結構エルフとかね、めっちゃ好きだと思うよ。うん。なんで、まあ、今日はね、ちょっとその中でもね、ちょっと俺も大好きな、はい、エルフになっていこうかなって思います。ということでね、早速、やっていこうと思う。それでは、レッツゴー。はい、ということでね、まあ、早速やっていこうと思うんですけども、今日はね、はい、まあエルフなんで、見にくいかな。結構ね、ほら、うおー、いつもとちょっと違う感じの、はい、カラコンにしてみました。あ、まあ今日はね、ちょっと楽しみだな、だいぶ。てか、あれなんだよね、俺最近、スキンケアをちょっとおろそかにしてるから、結構デコニキビとか結構やばいな。はい、ということでね、まあメイクまでは、はい、終わりました。まあ今回はね、なかなかいいんじゃないかな。やっぱね、カラコン変えるとね、結構、うん、印象変わるね。で、まあ今回ね、用意してんのがね、はい、これ、耳。これどうやってつけんだ？で、まあこの耳と、はい、今日はね、ジェジューン。やばくない？超めっちゃ豪華じゃない？これ。半端ないよね。これと、はい、耳で、実際、はい、ちょっとつけてみようかなって思う。はい、ということで、できました。今日、やばくない？え、ちょっとマジで今日、ちょっと完成度がやばくない？ちょっと、やばくないこれ、うん、めちゃめちゃ、ちょっとこの辺がな、ちょっとこの辺がな、え、やばい、これは、ちょっと本当にやばい。美しいじゃねえか。いいか、てめえら、誰がエルフになったっていいじゃねえか。やばいな、結構、美しいと思うんだが、みんな、どう思う？いや、これやばいな。うん、結構本当にやばいな。いや、かわいい。てか綺麗だね、やっぱエルフって。いや、あのね、そもそもエルフっていうのは、まあ、こうやってね、多分みんな知らない人多分いないと思うんだけど、はい、このこういう耳が長い、なんか美しい幻想的なキャラクターなんだよね。で、異世界系漫画っていうのは、まあそのね、例えば主人公がある日突然、今自分が住んでる世界と、まあ、別の世界に行って、チート的に強かったりとか、エルフみたいな可愛い女の子とイチャラブしたりとか、まあ結構魅力的な、はい、異世界漫画なんですけども、で、まあ僕ね、今それ漫画アップっていう、まあ漫画のアプリで、その異世界系漫画をね、よく見てるんですけども、ぜひ皆さんにもね、お勧めしたいと思いまして、基本無料の、はい、漫画アプリなんで、はい、ぜひね見てください。で、毎日ね8話分ぐらいのねポイントも配られて、で2020年2月24日までウェルカムトゥ漫画アップっていうキャンペーンもやってて、おすすめのね異世界系漫画作品がね日帰りで一部無料になるのと、無料で読める、はい、ポイントがいつものね、はい、2倍になるんで、よかったら皆さんダウンロードしてみてください。詳細は、はい、概要欄に貼ってあるんで、よかったら皆さん、はい、飛んでダウンロードしてみてください。はい、ということでね、まあ今回もありがとうございました。いや、結構本当にね可愛いんで、はい、ちょっと自撮り、はい、自撮りちょっとしたいな。自分で言うのもないやけど、いや結構マジでちょっとエルフっぽくない？俺やばいんだけど、ちょっと可愛すぎる、これはちょっとやばい。まあということで、はい、皆さん今回もありがとうございました。それではまた会いましょう。